トーズから1、2、3、キャステリオナはそれ以外1と1と2、3みたいな、エレメントールは生誕数を C は B に競争異性というのThank you.
そっか。覚えてるか、これは競争か。A と B がお互い立体配置さ、いて異性差じゃないもんね。1がこっくれんとかする。2も椅子型と船型、3もこっくれんとかする。今二重結合があるからくれんと回らないんだよね。これは缶飯店。アキシアル、アキシアル、アキシアル。だからエカトリアル、エカトリアルか。4600円、構造紙の数を取って、聞いてなかった。クソプラの大きい穴から
ストリプトンじゃなくてチロシンですね。髪も腐ってるな。レモードパーはカテゴラーニア。なんだろう。ちゃうな。調べてる。ハミンの。知ってるよ、チロシンこうなるのは。芳香族はアミノ酸脱炭酸酵素によって、え、これ違うの。リポトパが脱炭酸される、あ、合ってるんだ、合ってる合ってる、2個だ。レボドパの名称は、今日は1、2、3、S だから、どっちか1、2、S3 バリン、エタプロ、ん？バリン、それわかんない。あ、バリンか。ここはバリンか。COOCC と。で、え、ここなくない？3、4、1、ヒドロキシ
にラウラね、全然ちゃうやんけ。言葉は副腎皮質で、ペンチ類がヒドロキシ化されるとドポドパのあ、違う、ドパミンのペンチ類がドパミンね、ついてて、一発炭酸水素受けて、NH2 か、ん？先ほど1かっけ？違う。あれ、わかんない。そうだよね、これがドパミンで、でこっからここに OH がついて、ここのことベンジ類って言うの。ベンゼンにアルキリが付いて、あ、なるほどね。OH と NH と接続はフェノール。にメチルブチル基を示すのは。ついてる方から1ミラなのか、1、2、
中心の R ができるのは、これは簡単、方向属性を示さないのは、これ使ってるから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、79、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、79、90、91、92、
4つ。弱いのプラス2だからないよね。高速教室に行ったんだ。1,2,3 で物理電子が1個出るはずだよね。1,2,3,4,5,6って。平面感情分子についてその方向属性を追求する規則で π 電子の数が4n+2。
水素ってこんなに手あるのか。1,2,3,4,5,6 塩基性を示しそうですね。この子の名前わかんないな。全然わかんない。髪の毛が中に入ってるのもアニ。じゃあアニリンじゃない。1,2,3,4,5,6 でこれがプラス17番キラルの構造は共存と結合
ほう。こうした時に一緒に重ならない。かごThank you.
動物 A が最も安定の体制の形だシクラヘキサンは椅子型である。うん、まあ椅子型が安定だ。ビオルキキ A はまた椅子型かかんない。こうだとすると、この位置が反対側、エカトリアル。アクシアルだ。エカトリアルでアクシアル。トリアルで気取り消してエカトリアルになる。なんで一緒だったら逆になんだっけ。エカトリアルがじゃあキシアルになるの。これ交互になるから、これもエカトリアルってことかな。イソプルピルキはエカトリアルになる。うん、炭酸結合 CD はほぼ平行である。E と F、 これが E で、 F は OH がここか。平行か。最も塩基性が強いと言われる化合物は H を引き寄せるかどうかですね。
配図ではなくて COH と N1234566 複数配図ですね。完成は酸性では塩基性条件下でも亀裂効果のラムネよりも削体のことですので、遺伝子を共有するのではなく、陽イオンと陰イオン、
水素は水溶、水溶液。塩酸では水素イオンと塩化物イオンが含まれて、気体分子では共有結合で酸と塩になるってことか。水素結合、電気陰性の高い原子結合をした水素と部分的に中間に水分子は右上原子に水素と部分的に風電荷を帯びた原子との結合、フォンクルだよね。水素結合とは OH や NH など塩基性の高い原子に共有結合をした水素結合。
原子も金属元素の原子を集合して金属結晶となった場合にどれもある。